ほんまこの子言うてくるに何の嘘も作ったことも何にもないのどん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 染み込んでラジオ番組聞いてるだけで笑ってるところで涙出てくるだからそれこそラジオ番組を今持ったらそれこそ最強だと思うんだよ。持たせれないっていうのもあるんじゃないかなと思って。彼女たちはそのスケジュール的にな、ね、スケジュール的にはそうだし、ものすごいねダンスの練習してますよ。絶対、うん、してる。で筋トレもセンター感じ。めちゃくちゃやってると思うんですよ。うん、だから今ダンスの練習どこでやってんのかなっていうね、ある面ではね。うん、どっかでやってるはずやけど、すごい練習してるはずやけど、うん、すっごい練習してるよね、うん、あれね。してへんかったらあんなにできるわけないもん。でトレーニングもいっぱいやってるはずやけど、うん、表に出さないよね、うん、表に出ないね。その辺は、その辺は全然出ませんもんね。そこはすごいところだね。そういう意味ではプロなんだよね。この間ね、うん、僕があのコンサルスは今のね、ダンスの練習はひょっとしてあれだから、うん、美希子先生のダンスラジオもやってるかもなぁと、うん。いや、なんだっけ、誰かの書いてたブログで知ったんだけど、あの美希子先生があの広島アクタースクールに教えに来てから、歌集家と美希子ちゃんは、あの小学校4年生かな、5年生かの時に、美希子先生のダンススタジオに入ったんですね。みたいですね。うん、みたいですね。うん、誰が書いてたんだけど。だからもうバリバリ申し子なので最近思ってた、そう思ってたから最近、まあ今更なんだけどもかもしれないけど、美希子さんそれ、ね、2007年ぐらいまで、2006年か7年か8年かかけてニューヨーク行ってたんですよね。その数にの振り付けて全部ビデオ送ってたでしょ。うん、でしょうね。書いてますよね。書いてる、うん、つうことはね、あの子らブレイクしてる時期っていうのは実はフリルームから前からブレイクの時期って全部自分たちで振り付けやったってことなんですよ。振り付けのっていうか振り付けのあれはもう振り込んだけど、自分らで男子がどうかのチェックっていうのは、うん、自分たちでしてたってことでしょ、うん、だからそれが多分 OK もらえたわけじゃないですか。そういうことはもうなんていうかな、彼女たちはできるんだってことでしょ。あの時点で、うん、できまくるんですよ。だから振付師がいて、その振付師の言う通り聞いて踊ってるわけでもないしさ、口パクでもないしさ、だからすごいんだろうな、こいつら実はすごいやつらなんだよなと思って。実はどころかもう見るからにももう見てわかるようにすごい、ね、すごいやつら。今日僕今日上げたブログで書いたんやけど、うん、やっぱり神聖な存在なんです、うんうん、なんやろうね、3人はね。黒羊って、うん、美希子さんが振り付けやって、うん、で福山桜子さんがという人が演出やってっていうやつで、それは僕黒羊ってあんまりよく分からへんかったけど、うん、並行して上原海子さんのやってた黒羊でなんやが私頑張ってますとかね、で美希子さんがあれなんで見に来てくださいねとか、それも2010年ドームの前の 時ぐらいなんで、ね、のやつなんですけど、でこの福山桜子さんって誰なんかなと前からも言うて、でその頃当時ちょうどあの福山桜子のブログ見てたら、うん、美希子ティーチャーがなんやねんっていうのがあって、今日ちょうど僕記事に上げたところなんですよね。この間昨日書いたやつに関連して出てきたやつで、やっぱりでその人が書いて、その時書いてたやつがダンスオタクで、うん、ダンスの世界ではもう神聖な存在やと、美希子先生は、で美希子先生、美希子ティーチャーの美希子ガールズが美子やと、うんうん、その時で書いてたわけですよ。でちょうど同じ頃にあの坂井真紀が、うん、3人には触ったらあかんと神聖なものがみたいで、2010年その頃に美希子先生自身も、うん、あの3人は神聖やと、うん、やっぱりそのダンスとかそういう
ダンスっていうことだけじゃないんやけど、やっぱり、あの子さん、やっぱ新鮮なもんなんやろうなっていう、みんな思ったんやろうなっていう。思うんじゃない、やっぱり。パフュームにはエロはないなって、エロなんかいらんねんって、そんなもんちゃうねんって、そういうのも超越した存在やねんか。そうそうそう、超越、そうね、超越っていうか、僕はあのそれこそあの彼女たちのスキャンダルが流れた時にね、あのおっさんらのブログでさ、しゃあないねんって書いたけど、いや若いやつらはあの大泣きしていいと、のっちが好きだったんだったらその悔しいだろうって、でも男の子だったらその悔しいって言って大泣きした後に、あのだけど応援しなきゃいけないって思わなきゃいけない、それが男の成長だって書いたら、うん、すっごいね助かったっていうレスポが、ね、そんな風に書いてくれた人が一人もいなかった。みんな要するにけなすか、いやいや彼女らはあの普通の人間やねんから、それでいいやんってしか書いてないけど、うん、そういうふうに書いてくれる人がいなかったっていうのですごく喜ばれてない。俺でも今回実はあの丸坊主事件あるでしょ、うん、例のだから岩清水君の言葉をね、うん、書いて答えないの、岩清水を見習えみたいな感じでファンだなって、ファンっていうのはそういうもんだ、アイドルってそういうもんだ。で、そういうのも超越してるなっていう。してるな。してるな。して。しましたよね。いや、あのそれこそホログラフィーとかさ、あのマットあのペインティングとかいろいろあるじゃないですか。プロジェクターマッピングとか。あっこにみんな目奪われてるけども。あんなもんあのそれこそなくて全然大丈夫、そうなくて全然 OK の怖さっていうの気づいてないよね、うん、あんなもんなくて、いや あってすごいんだけど、でも今はすごい領域に来てると思うな。でもどんどんそういう新しいチャレンジを、うん、そうそうそう、やりたいし、やらせたいし、うん、やらせたいっていうのは周りがやらせたいね、うん。やりたい、あのあれあの素材としてクリエイトしたくなると、彼女たち、まあ、周りをあんだけ巻き込んでね、うん。それってすごいことなんですよ、ね、ね、そうね。なんであんだけすごい奴らがあんだけハマってんのって。真鍋大斗のあれは何って。なんだろう。ポリリズムよりもっと前から。もっと前からね。2003年からやってるもんね、うん。でもファンになったのはどの時期か分からへんけど、うん、でもドームの頃にはもうすでに、うん、ドームの頃には僕らはあれで、うん、あの真鍋大斗が絡むっていうのって、真鍋大斗の名前はあんま知らんかったけど。うんうんうん、すごいあのインタラクティブワールドの今のポップアートの今のやつが入んねや、わーって盛り上がったけど、でももうその遥か以前から彼は好きやったという、うん、そういろいろ接点があった、そうそう、そんなこと最近明かされて、うん、スイッチを見ながら、あんたもともと好きやったみたいな、もともと PTA やったわけね、あの時ハマったんちゃうのね、うん、そうそうそう、僕らはそう思ってくんでたけど、うん、そうチームに入ってそれからハマったんか、うん、ハマる前にも仕事来たやったーってなって、うん、結局すごい実験的なことだったりすごいことをやろうと思ってた時にその自分がファンだからやりだから、でもガイトさんもファンっていう感じじゃなくて、やるときはね、やるときは仕事は完璧プロやから、ものすごい存在なんだと思う。増幅器みたいな感じ、媒体みたいな、要するにイマジネーションが広がるっていうか、あれツイッターに書いてましたもんね、うん、いやそれであの
こういうことやりたいっていう人がいっぱいメールくれるようになったって、うん、一挙に、うん、逆に言うとライドマティックスにしても、うん、名前がね、名前、名前も売れて仕事も広がっておまけに仕事の深みも増えていって、うん、で新しいやりたい人の志向が高まっていってくれて、で若手がほんなら目標できるから、うん、また頑張る若手がいっぱい出てくれるわけですよね、うん、これ で、あのゾーン全体が活気づくという触媒にもなってるわけやし、すごい触媒ですよ、すごい触媒、そりゃ去年のあれにしたかってね、グローバルサイトのデータ公開、いやグローバルはねやられたな僕もあのデータをこう、すいません、はい、アードベイクショットで、はい、ねー、やっぱりジャックダニエルで、ありがとうございます、あ、ロックで、はい、うん、それぞれ、あ、ね、あのなんていうかな、その本当にすごい人たちがこう集まってくる真ん中にさ、あーちゃんが言ったと思うんだけど、やっぱりね、すごいことになってくるなと思うんですよ。だってね、さっき話になったらもう無理やり戻すみたいで、アメリカでショービジネスですよ、行きますよと。で、アメリカの要するにショービジネス、俺は顔役だみたいな、俺何でも知ってるんだってやつが、ポンと、じゃあ君たち俺がプロデュースするよみたいな、絶対噛んでくるわけですよ。向こうは絶対スタッフから、日本から持って行ったスタッフなんか使わないで、うちのスタッフ使うからって。そのスタッフをね、はめちゃうと思うんですよ。で、っていうのが始まったときに、予測を超えたようなブレイク、嘘っていうブレイクは、いや、それはもう全世界表紙だと思うんですよ、あのクリエイティブな人は。要するに金儲けしたいとか、やましいとか、なんか。これで人儲けとかって言ってクックやったら絶対引っかかんないけども、本当にクリエイティブな人がガンガン引っかかっているんで、大変なことが起こると思うんだよ、どうにもこうにもならない、それほどラセター監督何やってんのかなと思って、あんまり能力ないからな、ちょうどお伺いしたいちょうどだって、あの3人を題材にしてさ、ミュージカル作ったらさ、今最近どこの国でもミュージカル作ってないでしょ、だからミュージカル作ったら面白いと思いますよ、うん。